は、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ノルトハイム軍に属する市である。モーリンゲンは、ベーパー山の東に位置し、そのすぐ西には、ゾリング山地が連なる。市内を、ライネ川の支流であるモーレ川が貫いている。この町は千年以上前に建設された。モーリンゲン上部の古い農民集落オーバードルフは、オプファー池周辺に建設され、 11世紀にマルティーニ教会が作られた。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1654年から1658年頃のモーリンゲン・ウンタードルフは農村であるオーバードルフの出口の下に位置し都市の特権を有し防衛施設を持っていた。この入植地は983年に初めて文献に記録されている。しかし、この入植地はいつ都市圏を授けられたかは、 記録されていない。ただし、1350年頃には、モーリンゲンは確かに、都市として記録されている。1312年になるまで、モーリンゲンに、テンプル騎士団の騎士修道会管区が存在していたか、どうかは、議論が定まっていない。このことは、1596年のヨハネス・レッツナー、ニよルダセルとアインベックの年代記に記されており、 この騎士団の消滅後にその財産はアインベックのアウグスティの会修道院のものとなったとも記録している。モーリンゲン最大の災害は1734年に起こった。猛烈な火災が市のほぼ全域を瓦礫と灰に返した。住民たちは以前よりも広い通りを設け、その時代の様式で町を再建した。これにより火災が素早く炎焼することはなくなった。 古い町の施設は、その痕跡だけ。ミュンヒハウゼン家は、モーリンゲンに、大きな所領を有しており、大館のベリーズフォンミュンヒハウゼンが、モーリンゲンの退化後の大規模な再建に当たった。かつてのミュンヒハウゼン家の大館の館は現存しており、委員とマッサージ店が入居している。旧個人院、モーリンゲンには1732年に、カレンベルクグルーベンハーゲン地域隊が出資して、 建設された孤児院があった。孤児院は1798年に閉鎖され、当時の会場封鎖を契機に、政党会社に改造された。しかしこのプロジェクトは1803年にフランス占領下に置かれたことで頓挫し、この建物は孤児院に戻された。1818 18年にハノーファー王国が強制施設を設立するためにこの建物を購入した。 1838年から政治犯が収容された。1866年からこの施設はプロイセン統治下の強制作業所となった。1871年以降は州立強制作業所となった。1901年から1907年までは教育困難児童、少年施設となった。第一次世界大戦中は敵国の外国人が一緒に収容された。 この強制作業所は周辺の農民にとってはわずかな賃金で働く作業班を雇うことができるという意義があった。終立強制作業所の建物は1933年4月10日から11月29日まで男子保護拘束者収容所として1933年6月7日から1938年3月21日までは女子強制収容所として そして1940年8月1日から第2次世界大戦が終結した1945年4月6日までは遠曲的に政治的青少年保護施設と表現された青少年強制収容所として利用された。盲林原女子強制収容所には計1350人、青少年強制収容所には13歳から22歳までの若者約1400人が収容された。 この工場は前時代を通じて通常の強制作業所と主張されていた。青少年強制収容所の建物は終戦後占領軍に接収され、旧ドイツ東部領土から追放された放区民の収容所となった。1947年8月27日にこの施設はイギリス軍からニーダーザクセン州に移乗された。1956年に 最後の収容者が出所したことにより、強制工場は廃止され、やがて修立病院に改造されていった。市の旧楼門跡に、モーリンゲン強制収容所記念碑が建立され、昔の記憶を忍ばせている。モーリンゲンは、連邦道、B241 号線に面している。約5キロメートル東に、連邦アウトバーン A7 号線のノルトハイム、西インターチェンジがある。 1984年まで、モーリンゲンの街外れに、ゾリング鉄道の駅があった。その後しばらくは、貨物駅として存続していたが、やがて廃止され、駅舎等の施設は撤去された。最寄り駅は隣接するハルデクゼンにあり、ゲッティンゲン駅やノルトハイム駅が発着する。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。